どちら様ですか。ああ、ご主人はご在宅か。お待ちや。旦那様、お客様です。どなたかな。おじさん、アマンですよ。アマン。ええ。早く入れ。さあどうぞ。あ、どうも。さあ、さあどうぞ。では兄弟座ろう。ああ、おい、アマン、聞いたぞ。どうぞ。はお前の人相書きが貼られてるらしいが、一体何をした。それによくここまで来れたな。お前の父親はとっくに陳留へ逃れたぞ。なんというか、董卓暗殺をしくじり都を逃げ出したが、中房県まで来て捕まってしまった。高台が官職を捨て逃がしてくれなければ、今頃私はバラバラにされてる。どうも。あなた様のおかげで宋一族は無事に済みました。広大、広大、おい、何の音だ。旅客車とは血のつながりがない。慌てて出て行き、未だに戻ってこない。おかしい。まずいな。行くぞ。先手を取らねば殺される。ご老人は豚を潰して私たちをもてなそうとしていたのだ。むごい無益な殺生をしてしまった。ひょ、戻ってきなさい。一体どうしたというんだ。いいだろう。アーマン、その血はどうした。おじさん、向こうからやってくるのは誰かな。今謝って殺したばかりなのに、なんでまたこの老人を殺した。考えてみろ。旅客車が家に戻ったらどうなる。きっと追っ手が来て私たちは殺される。ご老人、ご老人、ご老人、もう死んでおる。無駄だ。行くぞ。なんとひどいことをする奴だ。貴様、
貴様、貴様やり方が汚いぞ。たとえ私が人に背いても決して人には私を背かせない。開けるんだ、開けろよ。ご子息、ご無事で。おじうえ。ご子息、おじうえ。間違いないか。そうです、私はアマンです。彼は驚いたな、まだ生きていたか。よくぞご無事で、よく来てくれたな。よかった。州や県や故郷にまで至る所に人相書きが出回っておる。そなたの父君は陳竜へ向かったが、わしはそなたが心配で心配で。おじうえ、こちらは厨房県令の陳久、この者のおかげで命が助かりました。そうでしたか、そなたはアマンの命の恩人だ。礼を申し上げる。そんな、おじうえ、私こそ敬服いたします。さあ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 、うちへ案内しよう。さあ行こう。おい、誰か来い。はい。豚と羊をさばき、宴の用意だ。うまいものすべて持ってこい。はい。そう言いますと、酒を急いでいて2日間飲まず食わずで。そうか、心配ない。ここはそなたのうちだ。ゆっくり休んで、それからまた出発すればいい。旅客者様、え、酒がありません。なら買いに行け。はい。町に行って買ってくるんだ。わかりました。おじうえ、町は我ら二人の人相書きであふれています。もし褒美を狙う者がいれば、おじうえに迷惑がかかります。酒は結構です。食事だけで十分だ。そういうわけにはいかない。そなたは酒が好きであろう。それなのに飲ませないなどとんでもない。ああ、それなら一人頼まず、わしが行く。さあ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 、入って入って。ここまで来て飲まないなどありえんぞ。さあさあ行こう。達治。はい。ロバだ、急いでロバを引いてこい。早くしろ。はい。毛徳殿、毛徳殿、うん、起きてください。妙な物音がします。どうやら我らを殺す気だ。褒美を狙っているのだろう。おじ上は義理に厚い方で、信頼がおけるとおっしゃったではありませんか。仕方がない。こうなっては奴らを殺す近道はない。殺す。そうだ。おい、準備はいいか。あ、大丈夫だ。刀はよく解け。誤ったことを。勘違いでした。
殺そうとしていたのか。何をしている、早く戻ろうな。我が家に帰るぞ。さあ、体が冷えては良くないから走ろう。命の恩人、義の人です。そうだ、お父上の義兄弟で叔父上ですぞ。そうだ、罪なき呂家の者たちを殺した上、なぜに呂伯者まで。罪なき者たちを殺したからには根絶やしにせねばならんからだ。何ですと。もし呂伯者がうちに戻り、家人全員を殺されたと知れば、必ずや我々を殺しに迫ってくるだろう。これで永遠に災いは消えた。そんな、それでも人間ですか。受けた恩を仇で返すとは、猛徳殿は忠義の心を持っていないのですか。たとえ人に背くとも、天下の人我に背かせじだ。そうそう殿、ここにもぜひとも曹操を探し出せとのお触れが回ってきております。しかしここなら安全です。ゆっくり旅の疲れを癒してくだされ。かたじけない。ええ、で私はこれから西の村へ行って良い酒をあがなってまいります。今夜は大いにやろうではありませんか。それはどうも。ではごめん。やはりここを頼ってきてよかった。これも曹操殿のご人徳です。いや、董卓打倒の志に天が味方している証拠だ。はて、あの音は。さあ、お、あれは何か物が擦れるような。あれは刀を研ぐ音だ。こいつはひょっとしたら。どういうことで。伯者め、調子の良いことを言って我々を油断させ打ち果たして手柄にするつもりかもしれぬ。まさか伯者殿はお父上の親友でしょう。親友といっても血のつながりがあるわけではない。とにかく様子を見てみよう。あいつをどう始末したらいいかな。踏んじばって押さえつけ、こいつで叩き切るんだ。やっぱり思った通りだ。先手を打たないと危ないぞ。いいか、行くぞ。うまくいったな。誰だ。ご覧ください、あれよ。イノシシではないか。これはもしかしたら、この連中我々のためにイノシシを殺して料理するつもりだったのでは。とんだ勘違いで罪もない連中を手にかけてしまったものではないのでしょうか。こうしてはいられん。とにかくここを出よう。あ、これは曹操殿。あ、何をそんなにお急いで。いや、何、追われている身なのでゆっくりはしていられません。追われる身だからこそ私の家に身を隠そうつもりでしょうが。良い酒物、この通り手に入ったし、今頃
家ではおもてなしの支度ができているはずです。さあさあ戻りましょう。いやそうはできぬ遠慮なさることはありません。さあ遠慮しているのではない。ではどういうわけで。わけはこれだ。伯爵殿。構わぬ、放っておけ。さっきは思い違いだったのに、今度はどうして。伯爵が家へ帰ってうちの連中が殺されているのを知ったら黙っておるまい。災いは今のうちに立っておかねば。しかし何の罪もない伯爵殿を。これは裏切りです。私は自分が裏切っても人に裏切られるのは我慢ができんのだ。